NV200 バネットが一部改良で安全性アップ。日産は7月19日 NV200 バネットを一部改良。ワゴンは同日より、バンは8月上旬より発売すると発表した。NV200 は同社が製造する商用バンで、日本だけでなくアジアやアフリカ、ヨーロッパなど、 様々な地域で販売される世界戦略車日産によると、荷物の積み込みがしやすい大容量の荷室空間や安全装備、運転のしやすさや使い勝手などが評価されているという。今回の一部改良では、時速 60km 以上での走行時にドライバーの注意力が低下していると判断した際、 音と表示で休息を促すインテリジェントだふらつき警報や踏み間違い衝突防止アシストを全車標準装備することでサポカー S ワイド対象になるなど安全装備の拡充を図ったさらに7インチのアドバンスドドライブアシストディスプレイを新たに採用しメーターの視認性と機能性を向上させている 車中泊仕様など豊富なバリエーションも設定。また今回ベース車の改良に合わせ、日産モータースポーツカスタマイズでは、車中泊仕様車、マルチベッド、ライフケアビークル、チェアキャブ、商用特装車、ワークユースビークル、シリーズの一部仕様を向上させた。マルチベッドのワゴンベース車は同日、 マルチベットのバンベース車とチェアキャブワークユースビークルシリーズは8月上旬に発売する各モデルの特徴は次の通り NV200 バネットマルチベット NV200 バネットマルチベットは普段は家族の送迎や通勤買い物などに使用しつつアウトドアスポーツなど 大きな機材を使用する趣味を楽しむユーザーや、ペット連れの旅を楽しむユーザーのために、跳ね上げ収納式のベッドシステムを備えた仕様。日産は高い実用性と快適な休憩のための、スペースを同時に提供するモデルという、NV200 バネットチェアキャブ。NV200 バネットチェアキャブは、 車両後部のスロープから車椅子のまま車内に乗り込める車両。コンパクトで取り回しのしやすいボディサイズでありながら、十分な室内空間を確保している車両の特徴を生かし、病院や福祉施設の送迎車や介護タクシーなど、法人向け需要に適した多人数乗り、車椅子使用者となっている。 使い方や乗車人数に合わせた3種類の室内レイアウトを設定しており、車椅子やストレッチャーの乗員を含め4から7名が乗車可能。また、乗降用手すりやオートステップ、助手席スライドアップシート、オプションなどを装備することで、介助者や自力で歩行できるユーザーも乗降しやすい仕様としている。 その他 NV200 バネットには、ワークユースビークルシリーズとして、保冷板、リフター付き版、VX2 人乗り版、外装 VX 使用ルート版もラインアップする。